やめて、痛い目に遭いたいの？それではビヨンドのホームレス界の後編となります。前回はホームレスとなったジョディが同じホームレスのスタンと知り合い、ホームレス仲間のためにお金を稼ぎスーパーで買い物するところで終わりました。そのスーパーの買い物の、最中というか帰り際に地元のゴロつきの、まあ、いわばドキュンですね、ドキュンに襲われましたが、まあ、ジョディはね元 CIA ですからジョディ無双で返り討ちにしました。そして後編どういった話になるんでしょうか。私軍隊にいたことあるの。ああでも相手は4人でこっちは1人だ。バカが群れてるだけ、戦い方も知らない奴らが戻ってくる前に行こう。よし。ジョディが何を思ったのか、自殺しようとしてるのか。確かに絶望の淵ですからね。さっき買った食べ物を分け合うのかな。靴もボロボロだな。でこいつら他のやつら何してたの。こいつらも外で稼げよ。ほらジョディ食べな。食べなじゃねえよ。今日はデザートにチョコレートもあるぞ。こいつがほとんど稼いだんだろうが。どんな味がしたか忘れちまったな魚の絵描いてんじゃん。美味しいのかよ。ストーン絡まれた。うん、ジョディのおかげで戻ってこれた。本当だよ。見せたかったぜ4人の男を。ジョディがのしちまった。かっこいい表情一つ、普通ちょっと笑っちゃうのにね、ふふんって顔するのに。あいつら知ってるの？ああ見たことない。この辺りでよく喧嘩を吹っかけてる。ドキュンね、めんどくさいやつ。カメラ付きの携帯を持ってて見せびらかしたいんだろう。ギャングとつながってる。うわー伏線。あのクソガキどもか。俺もやられた。まだ傷が痛む。次は赤ちゃん。ねえ予定日はいつなの？来月。来月どこ？ここで産むの？しばらくお腹を蹴ってないの。すごく心配。うん、バレシが暴力をな。ああ。子供はいらないって。 DV 危ないやつだったから。最悪だね。次はシューズで。その名前に意味はあるの？うん、火曜に家を出たの。あ、偽名ってこと？生まれ変わった日。そうなの？どのくらいここに？足を見つけたのは半年前だ。うん、ウォルターに出会ってジェミーも来た。うん、チューズデーはここに来て3週間か。自分はジョディ、自分のことは話さないけど、どうしてホームレスになったの？人に言えないようなことをしたの。利用されてることに気づくまで、きっと変に聞こえるかもしれないけど、私は人と違うの。出たそのせいで人生めちゃめちゃになった。なかなか言いづらいセリフだよね今。人と違うって言ったがどう違う？まあそう思うよね。ここにいる連中がみんなちょっと人と違うからな。謎めいて。私力があるの言えねえそのセリフ。って言われてるけど、うん、でも本当は呪い、人生を狂わせ。ただの中二病にしか今の聞こえないよ。私を作り出した。まあ実際あるからね。化け物。顔がいい表情で聞くなこいつらも。間違い。そんなとこドラッグにやられてるのはジーンだけじゃないみたいだなまあそう思うわな、知らない人は。まあ頭おかしいやつだよね。さあ立ち上がって。結構でかいなこの缶。缶
いそうに。かわいそう。チューズデー。赤ちゃんの様子を知りたい。うん。力を見せるの、そこで。まあ、女の人。手を貸して。あ、これでなんか見れたよね。前もあったな、こんなの。おお、すごい。こんな能力まであるんだ。心配しないでいい。すげえな、形が。問題ないよ。でも、なぜわかるの？見えるの？こいつに言われてもね。私には。なこと言われたって信用できねえだろ。アッソぐらいにしか持ってないだろうな。頭おかしいんじゃねえって。ジミー、こいつね、大丈夫？寒い。凍えそうだ。大丈夫かよ。優しいね、手握ってあげて。あ、こんなこともできんの？何これ、何、どうやるのこれ。なんだこれ。ちょっと待ってよ。こうか。ここを温めて、あ、重ねればいいのね。ここを温めて、次は足を温めてあげて、次は腕。こんなめんどくさいことしないといけないのかよ。火の近くにやれよ。痛みが消えた。あ、痛み？痛みだったの？どうやって？これが力よ、私の。信じたね、こいつは信じたね。黒人だな、まだ信じてないのは。こいつもどっか、股間でも温めてやろうか。さあ、次はどうすんだ。こいつにスタンに、その体勢。いいから。そんな、その体勢はいかんよ、男女で。それでちょっと難しい。真ん中にやると、何？あ、後ろに誰かいる。スタン、私よ。怖っ。おい、ジョディ、やめろ、笑えねえ。久しぶりね、スタン。もう4年経つわ。ナンシー。おお、すげえ。ナンシー、お前なのか。ええ、そうよ、スタン。私はここ。ずっとあなたの隣にいたのよ。この顔で言われても。自暴自棄になってるあなたを見てると辛いわ。辛いよ、なし。辛いんだ。うわ、悲しい。切ない、この話。君なし、心が空っぽだ。何もない。かつて私たちが分かち合ったもん。それが変わることは決してないわ。でも新しい人生を始めなきゃ。だからその顔やめろって。恋をして幸せになって、私のためにお願い。会いたい。いい話なのに台無しだよ。君に会いたい。これでもう能力はこの黒人以外は信じたな。黒人にもなんかしてやれよ。あ、信じてる。奇跡だ。よかった。割とバカでよかった。ありがとう。いや、いい話だ。すごいね、そんな能力もあるんだな。霊体とつながってるから死んだ人を呼べるんだね、いたこみたくね。
疲れたね、相当。お、なんだ、え、まさかの、まだ来月って言ってなかった。チューズデイ、もしかして。え、陣痛が始まった。そうだろ、救急車だ、病院丸ごと用意しないと。ダメダメ、病院はダメよ。あ、赤ちゃんを取られちゃう。あ、ホームレスだから。赤ちゃんは誰にも渡さないよ。何言ってんだチューズデイ、ここには何もない。毛布も足りねえし、お湯もねえ、何もねえんだ。赤ちゃん、私の赤ちゃんの命を助けて。おい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 、しっかり落ち着いて、何とかする。何とかするって言ったって。よし、なじみ、そこ降りてくと古い空きビルがある、うん、入れるか見てこい。あ、分かった。あの、ウォルター、お前はチューズデーとここにいろ。ジョディ行こう、必要なものを手に入れてくる。チューズデー、俺たちが戻るまで我慢してろよ。分かったから、とにかく急いでお願い。なこと言ったって、俺たちホームレスだし、私たち行かないと。どこに行くの。ジョディ行くぞ。ジョディ足遅い、走って。走るコマンドないから、クソ遅すぎだろ、マイペースすぎるわ。どうするの。どうすんの。医者の当てあるの。いや、どっちにしたって払う金もないだろう。そうだよね、高いんだよ。じゃあどうするつもり。アメリカは高いから。狂った世の中だが、赤ちゃんに少しでもチャンスを与えたい、うん、温めてやって、それにおむつや哺乳瓶や服も必要になる。橋の下のゴミ溜めなんかでうますもんか。分かった分かった。うわー、どうするの。名言だ。考えてね。でもなんとかする、来い。いちいちかっこいいな、このおっさんも。スーパーマーケットでも閉まってんじゃない。さっきドキュン来た段階で閉まってたから。ここなら全て揃う、入り込めればな。うわ、強盗に入るってことか。あー、畜生。方法が、何か方法があるはずだ。私がやる。お、なんだ、どうやってる。分かってるだろう。いいから。さあ、能力を使って、これはこれ開けても意味ないよ。あ、なんかあそこにあったな。これか、このどこかにセキュリティゲート。これがセキュリティのスイッチ。これで開く。あとは大丈夫かい。これはなんだよ、これ意味あんのかよ。あ、防犯カメラもある。これも壊しておいたらいいな。警報オフ、警報オフ。これで後が楽だはず。これでもう全部 OK。 あとはないかい。これはカートは、だから意味がないだろ、遊ぶなって。で、次はどうすんの。一旦こっち行って、戻ればいいのか。入り口を裏から開けると。おい、一体どうやったんだ。もうなんとなくわかるだろう。よし、説明は後、とにかく必要なもの持って出よう。行ってみたい、説明は後。よくあるかっこいいセリフだよね。急いで急いで、誰か見てるかもしれないから。よしよしよし、持てるだけ持ってきた。オッケー、さあ早く戻ろう。行こう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 。戻ったか、早く。発水した。嘘だろ、教えたビル入れたか。ああ、ウォルターが一緒だ。ほら、二人とも急いで。よし、なんでこいついつもワンテンポ遅れんの。急いで、雪もすごい降ってきた。撥水って来月って言ってたのに、予想と違ったのか。よしよしよし、肉極なんだこれ。2959、それとも31日から1日になったのかな、そういうこと。この先、このビル、もう人が、あっちは多いんだね、こういうね、ビルみたいのが、ハイビルみたいのが。こっちだ。てか、もともとここに
住めばよくない。よくないのかな、無理なのかな、怒られちゃうのか。どっちだ、こっち側か、上か。上っぽいね、2階だね。だからこいつ遅いって、ちょっと小走りで、危機感なさすぎ。ここか、ここの部屋か。お、いた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 、ちょうどよかった、今にも生まれそうなとこだったな。うわ、生まれちゃうのか。次はお湯、お湯、何したらいいんだ。出てって、みんなよ、ジョディはいて、ジョディだけ残って。うん、え、産むの、ここで。ジョディが、私出産に立ち会うのはこれが初めてだから。私だって初めてよ。でも男の人に陣痛で苦しんでる姿を見られるのは嫌。まあそこも見られちゃうしね、出てくるところも。オッケー、大丈夫大丈夫、きっとなんとかなるから心配しないで、そんな難しいことないでしょ、ね、とりあえず、とりあえずズボン脱がせよ。早く早く早く、お前が脱ぐんかい。さあとりあえず脱がして、ベルトを外してあげて、脱がしてあげる、やらしい。そこちゃんと映してやらしい、これすごいやらしい。これは、あ、服とか布を持ってきたんだ。で、黒いマットレスをきれいにしよう。まあそうだよね、不衛生だもんね。今のカットやらしいな、元気づける。しっかりして、頑張れ頑張れ。オッケー、大丈夫だよ。さあ、あとは頑張れ、うまく引っ張り出せ。深呼吸、深呼吸、いい、息を止めちゃダメ。チューズで吸って吐いて、吸って吐いて。うん、わかってるわよ。深呼吸して、そんな怒んなくてもいいじゃない。さあ、息め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 、息んで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 、あともう少しだよ、もう少し、生まれる、元気な赤ちゃんが。引っ張り出して出して、安心させる。大丈夫だよ、 OK、 その調子で頑張って。見えた見えた見えた、出てきた、てか見せて、見えたよ、僕たちにも見せて、出てくるところ。あ、出てきたのか。おお、赤ちゃんが。おめでとう、チューズで。おお、わお、すごい、へその緒もちゃんと作ってる。そうだ、へその緒切らなきゃ。へその、さっきハサミあったよね。赤ちゃん、チョキンと。これもやらせんの、えぐいえぐい。ああ、無事生まれた。よかった。元気そう。まだその体勢なの？うわ、いい話だな、今回は。全体的に。楽な暮らしじゃないけど、なんとかやっていける。私たち。でも子供のためにもうちょっといい暮らしないとね。誰にも邪魔させない。みんなを呼んでくる。みんな何してんの、外で。ちゃんと待ってたんだね。すげえ、こんなに小さいんだ。女の子、名前はゾーイ。そう、こいつすげえかわいいじゃねえか。ちょっと言葉遣いに気をつけてよ。聞こえてるんだから。ひどい。いや、かわいいんじゃなくて、すごく神々しいよ。みんなのおかげで無事に産めた。そ
それにジョディ、いや完全ジョディのおかげだよね。ジョディなかったらどうなってたかっていう。顔怖いけど。お前は奇跡だ。奇跡だよ。なかなか人に奇跡だよって言われないよね。よかった、ここで話がちゃんと終わってくれれば。もうエンディングでいいよこれ。スタッフロール、スタッフロール、エンドロール出して出して。なんか嫌な音聞こえたぞ。何？ここどこ？え？何何何？夢じゃないの？燃えてる。嘘でしょ？わお。なんでそんなとこ寝てたの？わお。え、何があったの？火事？起こさないと。スター、スター起きて。なんだ？なんだこりゃ。みんなはどこ？ウォルターはこの階、ジミーとチュースで、ゾーイは上だ。逃げて、みんなを呼んで。逃げて、逃げて。俺も行く。ダメだ、私一人で行く。もう一人いるのか、ここに。助けないと。でも、さっさと逃げて。早く早く。お前足手まといなんだよ。よし、どこだ？この部屋か。ここっぽいな。ちょっと、あちゃ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 。頑張れ。エイデン、頼む。エーデン、ほら開いた。自力で開けろよ。ジュースで高坊、上の階だ。うん、ビルが燃えちまう前にみんなを助けてこないと。いや、お前何なんだよ。言うだけ言って逃げるんかい。さあ行こう。まあでも分かってるよね、ジョディじゃないと助けられないって。高坊は助けないと。もうジミーはどうでもいいよ、赤ん坊を助けよう。いるか？どこだ？おー、落ちてって。危ねー。出られないよ。ここか、ここ。ドーンドーン。もういっちゃう。助けてくれ。よし、ジミー、ジミー自力でな。さあジミー、飛んで飛んで早く。やだ、お前に時間割いてられないんだよ。できる。早く。できない。できるよ。ほら飛んで飛んで飛んで。動かないなら動かすまでだよ。かっこいい。またかエーデンか。エーデンに、あ、そういう能力あったよね、操作する。おー、自力で飛べ、できるじゃん。なんで、なんだ。逃げて、早く。もう早く早く早く。赤ん坊、分かってる。赤ん坊を助けて、隣だ。じゃあもうさっさと飛べよ、お前は。何言うんだったら。迷っていこう。外から。ダメだよダメだよ、赤ん坊。こうやって、よっか、あ、そこか。おー、危ねえ、ギリギリ。よし、連打連打。早く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 、こんなとこ。赤ん坊が待ってるから。よし、で、巻く。よし、破って、かっこいい、さすが。ジョディ、ほら。あー、逃げように、そこから逃げれるか。なんていう、ビル入ったの間違いだったろう。どうしよう、もう一箇所しかない。ここにかけるしかないか。どうする、エーデンか。エーデンで開けて、
いや、どうしようこれ。なんとか、うわ火が強すぎる。私のこと信じていい？どうすんの？エーデンを使って。エーデンを早くして。あ、バリアか、エーデンバリア。最初からこれ使えばよかったんじゃない？ずっと使っておきゃよかったじゃん。行き止まれ。うわ、くそ、赤ちゃん。どうしよう。考えて、考えるの。考えて。エーデンで壁。あ、万能すぎるだろう。さあ、そっから、あとは逃げよう。一緒に階段は急いで。もう言われる前に動いて。何やってんの。あ、都合よく。どうしようこれ。いい、ここを出るの。ジョディだけ。はい、かいかいかい。お前そこにいても意味ないから。どうしよう。ジョディ、上か、もう一個上行くか。上はまだ火が。でも上行っても逃げ道が、非常階段とかないのか。また都合よく。おお、ここ飛んで。おお、でもそこ避けても逃げ道あんの。抜けて、あ、またそこ飛べっていう言わんばかりの。3回ぐらいだったら大丈夫でしょ。雪あるし。よし、飛べ。そうだ、エーデンバリアで。いいよ、そんなカメラ切り替えはしつこいわ。大丈夫なの分かってるから。おお、ジョーディ。ああ、よかった、無事か。よかった。どうやったんだか知らねえが、まったくたまげたぜ。ゾーイ、ゾーイは、あ、赤ちゃん大丈夫かな。大丈夫。お、よかったよかった。どうして火事なんかが起きたんだ。おお、なんだ。あ、あのドキュンか。最高のショーだろ。お、銃持ってきやがった。ゴキブリどもが湧いて出てくる。ひどい。ハッピーエンドは嫌いなんだよ。またなって言ったろうが。おい、よせ、彼女は関係ない。落ち着けよ、ゴキブリが。ヒーローがいいざまだぜ。お、痛い。やめろ。それはやめろ。お前らも戦えよ。もうちょっとバッチリだ。よし、くそかかるぞ。え、それだけ。この野郎。赤ちゃんには手。死んだの。嘘でしょ。頭から血出てない。息をしてない。嘘。ジョーディ、どうなっちゃうの。ジョーディ、お前ら泣いてるだけかよ。なんてことだ。来た、早く酸素送る。やだ、死んじゃダメだ。ジョーディ、ジョーディダメ。どうなっちゃうのこれ。死なないでくれ、ジョーディ。死なないで。死ぬんじゃない。マシロ君。お、生きてたっぽい。ポーズになってるってことは、わあ、頭切ってるね。もうよかった、生きてて。よかったよかった。どうして踊りたくなかったよ。いや、生きてた、いいじゃん。取って、でも追われてる身だからね、長居できないよね。てか金もないだろうし。どうすんの。逃げ出さないと。
りあえずうんこでもしてく。フラッとするよね。まだ治療受けたばっかりだろうし。何？野々村？もうどうしよう。出よう出よう。あ、なんか来てる。数ヶ月昏睡状態ですよ。数ヶ月そんな経ってんの？我々は CIA だ。わあ。彼女は指名手配犯だ。もし必要であれば令状も取る。いいでしょう。案内します。逃げないと。どうしよう。どっか逃げ道。窓から。また飛び降りる？マック、そんな何回ぐらいなの？おお、え、どこにいる？あ、変だな。彼女はここにいるはずです。くそ、窓から逃げたんだ。ありえない。ここは5階だ。窓から逃げられない。報告しろ。逃がすわけにはいかない。あ、でも無事逃げられたようですね。生きててよかった、よかった。それでは無事ジョディが生きてたところで終わりましたが、なぜジョディがホームレスになったか、またジョディがこの後どうなっていくのか、この後明らかになっていきます。これからも目を離さず見てください。それではまた見てください。バイビッ。